はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第98回でございます。で、今回のテーマは各教科の勉強方法ということで、あとまあサブテーマが100回は何しますかっていうのと、講演会の動画アップしますかという感じなんですけども、前回のダラダラジオの最後に、まあ、質問というかあったら書いてくださいって言ったらですね、YouTube のコメントも十何件、まあ、質問そんなに多くなかったですけど、Twitter とメールでめっちゃもらってですね、今回本当ありがとうございました、皆さんいただきまして。で、全部取り上げたかったんですけど、結構一個のテーマが重いというか、その一つだけでダラダラ以上取れるじゃんみたいなテーマがすごく多くって、で、その中でも一番多かったのをまず今回取り上げます。各教科の勉強方法、まあ復習方法って書いてた子もいたけどね。で、まあそれを喋っていくと。で、まあ下二つはさらっと、まあなんだ、おまけでこう付け出せるかなと思って、ちょっと質問答えようと思って、まあそんな三つをね、答えていく感じにします。で、まず勉強方法をね、今回喋っていくんですけど、各教科ね。ただ最初に分かっててほしいのは、もう一個人の意見です。これに関しては、勉強方法なんて言ってしまえば答えなんてないし、ベストなんて、だからその先生、あとはもうね、そのみんな学生の自身、みんな自身のベストな勉強って思ってるものがあると思うから、あ、こういう風な考え方もあるんだねぐらいで聞いてください。それを、みんなが採用してくれるかどうかはみんなが選んだらいいと思いますので、なので、まあもしよかったら聞いてやってください。じゃあ早速いきましょう。で、まあ、勉強方法っていうタイトルにしましたけど、イメージはまあ復習方法でいこうかね。夏休みは復習の期間だよっていう話もしたからさ。じゃあ、まず数学理科からいこうかな。ちょっとここセットでいきます。で、数学の理科セットにするんですけど、特に理科に関しては計算ですね。例えば、1年生やと圧力。まだやってないかな？やってるかもしれないかな。圧力とか、まあ、2年生やったら電気とかね。そう、まだちょっと入ってないかもしれないですけど、まあちょっと計算問題が出てくるから。で、そういったところっていうのは基本的に同じ問題を繰り返すといいです。これは俺よく思ってるんですけど、数学と理科の計算系っていうのは何とも同じ問題を繰り返すのがいい。例えば数学ね、同じマークの同じ問題を何回もやるのって意味あんのって思うね、人もいると思うんですけど、これはね、すごく効果的です。同じ問題っていうのは、もちろん答えを覚えててすごい難しい難問なのに、X が5で Y が8とか覚えたら意味ないよ、それは。それは解いてないから。でもそうじゃなくって、問題を見たときに、あ、これを使って、ここでこの技を使って、ここであれに気をつけなきゃいけないんだよね、みたいなのが思い出せるんだったら、もうそれはすごい勉強になってる。そう。だから、そういったものを繰り返すといいです。で、特に受験生に関しては、これは全教科で言えることですけど、復習するものが多いでしょ。結局1年生2年生あと3年生の1学期分っていうすごい長い期間を復習しなきゃいけないので、全部が全部だときついのね。で、これは今日ちょうどね、ツイッターで質問さっきいただいてたんで、ちょうどいいタイミングだったんですけど、優先順位をやっぱり決めなきゃいけない。何を勉強するか、これはもう全部の科目ですよ。で、その優先順位を決める上でポイントとなるのは、まずやっぱ自分の苦手なものだよね。あと伸ばしたいものでもいいけど、自分のそれ単元で、例えば数学やったら、その計算ではなくて一次関数が苦手やなっていうことであれば、一次関数を優先した方がいいよね。でも、それと一緒に加味しなきゃいけない、考えなきゃいけないことっていうのは、みんなが受ける受験、その、まあ、公立高校か私立かわからないよ。それでも過去問とか、大体その地域によって、特にまあ数学とかでもそうですけど、これが出やすいとかってあるんだよね。だって何々県の公立高校、まあ、県立の問題っていうのは、二次関数絶対出るよねとか。あとは証明問題絶対出るよねとか、いろいろあるんだよ、傾向っていうのは。で、もしそれがよくわかんないっていうことであれば、学校の先生とか、ちょっとね、俺に聞かれても、俺全部の地域はわからないんでダメなんですけど、学校の先生とか塾の先生に聞けば、あらかし教えてくれるから、その辺は。で、聞いて、自分の苦手とか、伸ばしたいもの、かつ、よく出るものっていうのを優先順位で決めた方がいい。もちろん、1年生の最初からね、政府の計算からやって XY の使い方やってってやってたら一番いいんだよ。でも間に合わない、実際40日あるって言っても、40日もあるとも考えられるんだけど、俺からすれば40日しかないので、そう、時間なんてすぐ経ってるからね。だから優先順位を決めてしっかりやっていく。で、その上で必ず計画を立てる。いつまでにどこどこの単元を終わすって。で、この目標の、計画の立て方っていうのも、いつかちゃんと詳しく話せたらなとは思ってるんですけど、本当は、1ヶ月後にこうなってたいってなったら、じゃそれを4週間とかで割って、
じゃあ1週目でこうならなきゃいけない、2週目でこうならなきゃいけないっていう、そうやって分割する。で、分割し終わったら、じゃあ1週目でこうなるためには1日でこうなんなきゃいけないとか、2日目にこうなんなきゃいけないっていうのを、どんどん目標を下に落としていくんだけど、高い目標からねっていうのをやらなきゃいけないんですけど、ちょっとまあそれは話を僕は省きますけどね。だけどまあ目標をしっかり、目標ねや、目標を決めて契約をしっかり立ててやっていくといいです。その上では優先順位をしっかり決めるっていうね、これは全科目でしょ、小って言っちゃったよ。そうね。で、話を戻すと、そのまあ数学と理科の計算っていうのは同じ問題を繰り返したらいいです。俺はも、参考書とか問題集を何冊も買う必要はないと思う。その2つに関しては、自分がこれをやり込むって言ったら、俺すげえやり込んだもん。同じ問題集、数学なんてボロボロになるまでやったからね。だから最後の方とか気持ち悪いっすよ。連立方程式とか見ると答えが分かるようになるみたいな、あ、これ知ってるみたいなね、そうっていう次元に行ったりもできるんですけど、まあ、そこまで行く必要はないけどさ。でも同じ問題を繰り返すのもいい。ただもういいだろうとなったら買ってもらったらいい、お父さんお母さんにね、そこはね、っていうような感じ。まあその2つは。で、じゃあ理科の残りの今度暗記の方と社会も暗記だね。で、暗記に関してはもうこれは勉強方法、まあどうやって暗記するかにもよるんですけど、で、これは俺がよく言ってる暗記方法で、まあ、自分テストっていうのをよく導入させるのね。で、これはね、ちょっとこれ講演会でもこの前話してるんですけど、あのね、なんだろう、言葉だけじゃうまく伝えきれないんだけど、例えばこれね、英単語も同じね。そう、英単語とか熟語も同じなんですけど、暗記するときっていうのは、例えばじゃあ1ページ分、歴史の教科書1ページとか難しいですけど、まあ、この1ページ覚えるって決めました。で、覚えたかどうかはチェックする。ちょっと教科書のチェック難しいですけど、まあ、自分テストする、ちゃんと覚えたかなっていう。それは俺の動画でも構わないですけど。で、覚えたなって思ったら、じゃあ動画で行こうか。ね、動画で例えると、じゃあ1個目の動画覚えました。で、動画を最初に戻して、で、最初にできれば書いてほしいですけど、まあ、時間なかったら口で言っても構わない。よっしゃ、全部できた。これは全部がポイントね。1個でも間違ったら戻るんだよ、ちゃんと。で、全部できたってなって合格でしょ。じゃあ次の動画行きましたと。で、2個目も覚えた、チェックした、満点、合格。じゃあ何するかって、1個前の動画に戻るんです、ここ。いい？ 1 個前の動画に戻って、もう1回テストしてみる。これがね、満点なかなか取れないから。そう。っていう風にやっていくの。で、それも OK だったら、じゃあもう1回2個目の動画をチェックする。OK。じゃあ3個目行こうか、みたいな。で、人の記憶っていうのは、すぐ忘れます。これね、短期記憶と長期記憶って記憶2個あるんですけど、大きく分けて。これ話すと長くなるんでやめますけどね。でも、その記憶、短期記憶ってのは短い期間の記憶なので、それを長期記憶、ね、長い期間の記憶、つまり受験勉強本番の時で長い記憶だからね。みんなまだ何ヶ月後の試験本番のために覚えてるわけだから。だからそこで生かすための記憶にするためには、本当に繰り返すことが必要。まだやんのかって。そう。自分バカじゃないのって思うぐらいやるの、繰り返し。すごい短期間に。で、それをやっていくといい。それは全部の科目で共通。でも、英語に関しては、まあ、単語とか熟語は、もうとにかくやんなきゃいけないから、どんどんやっていったらいい。で、理科と社会っていうのは、例えば社会の歴史だったら、これもさっきと同じで優先順位決めた方がいいです。もちろん、最初のね、こう、まあ、旧石器、ね、縄文とか弥生とか、そこから始めていった方がいいんですけど、やっぱり出やすいところって決まってくるんだよね。自分のイメージだったら、例えば江戸とか、あとは第二次世界大戦とか、あの辺とかね、まあ、よく出てくる。もちろんわかんないよ、みんなの時期、あの地域ではね。そこの優先順位をしっかり決めてやること。で、歴史をやるときには、俺の動画なかなかちょっと難しいんですけど、あの時系列って言って、日本でこれが起こってるときに、例えばヨーロッパでこれが起こってるみたいな、横のつながりはしっかりつくつでとつなげた方がいいです。いい。同じ1800何年でも、日本はこうだった。アメリカこうだった。ヨーロッパこうだった。中国こうだったって。そこはつなげた方がいいです。できる限り。それは単発で覚えていくよりも、絶対つなげて覚えた方が有効になる。受験のときにね。で、理科もそう。あの、必ず単元優先順位を決めてやっていくといいですね。基本的には。で、あとは、英語の長文と国語の、まあ、国語に関して漢字とかも暗記だからしょうがないですけど。で、文法も、まあ、自分動画ね、一応上げてますけど、まあ、文法もまあ暗記みたいなもんなんでやるしかなくて。で、あとはその英語の長文と国語の読解。まあ、長文ですね、ある意味ね。で、これに関しては、あのね、問題集やるじゃないですか。で、これも俺の意見ですけど、その2つはさっきの数学と理科の真逆で、繰り返し勉強があんまり有効にならない。答え覚えちゃうから、基本的に。だって、あいうえの選択肢だったら覚えるもん。大体分かっちゃうから。なので、一発勝負でやって、じゃあどうするかっていうと、
その問題を解いた後に必ず回答をじっくり見る。じっくり、これね、びっくりするぐらいにその問題をやる時間よりも最後のやり直しというか確認する時間の方が長く取るぐらいでいい。その2つは、なんでその答えだったのかって、なんでこの答えはこの選択肢はダメだったのかって、そこまできっちり確認しないと力にならない。でも逆を言うと、そこまできっちり確認すると力になるんだよね。そう、同じ問題繰り返しがなかなか有効にならない分、1回ですごい濃密な時間を過ごさないと、そこはもったいないからね。だからどうしても勉強っていうのは問題解いて丸つけたら終わりってなりやすいんだよね。けど国語の読解、そして英語の長文っていうのはそこをしっかりやらなきゃいけない。そう、なぜ正解なのか、そしてなぜ不正解だったのかっていう、いいかな、そこをじっくりというかしっかりやるとかなり変わってくると思います。だからその2つに関しては問題集買うときに、あの回答を見てくださいってよく俺言うんですけど、そう、あの、ね、あの本のカラーとかそれも大事ですけど、回答を見たときに解説が詳しく書いてあるかっていう、で詳しく書いてあって読むのめんどくさいんですけど、やっぱりそこは解説がすごく大事になるからさ、そこを見て判断するといいのかなと思います。ちょっとね、もう12分になっちゃうんで、まあざっくりでしたけど、まあこんな感じですね。もっと細かいことあるんだけど、まあ、ざっくり言うとそんな感じでやったらいいのかなと思ってます。では最後ね、2つ、100回何しますか、これですね言われて気づいた、そう、今回98で再来週100なんですよね。すごいね、100回だってよく続けたなとか、まあね、聞いてくれるみんながいるから続けてこれたんですけど、ここまで、でもね、何も考えてないんだ実は普通にやっちゃう気もするけど、まあ2週間あるんで何か思いついたらやろうかな。でもダラダラ帳で何かやるって難しいんですよね、実際ね。まあわかんないですけど、まあみんなの意見もね、多分書いてくれる子もいると思うんで、それを参考にしつつ、なんかできそうだったらやってみます。まあ普通にやっちゃうかもしれないけどね。で、もう一個、講演会の動画なんですけど、これはアップします。ちょっと遅くなってて申し訳ないんですが、全部で約2時間ぐらいですね。まあ1時間半から2時間ぐらいかの今、動画が今手元にあって、編集をします。あ、さすがにちょっと全部アップできないから、そう。で、編集して5分ぐらいの動画にしようと思ってるんですけど、まあこの編集がね、追いつかない。すげえ大変。だから、まあ、なかなかちょっと難しいんですけど、あの出来次第アップしますので、もしよかったらね、そっちもまた見てみてください。では、今回はハイチのダラダラジオ第98回テーマ、各教科の勉強方法で喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回99回、まあ100回は決まってないんでね、99まだ決まってないんですけど、また何か喋っていきますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。